おはようございます。今日はね、これね、松陰神社です。前回、この正面のところで、ちょっと暑さで断念してやめちゃったんでね、今日はまたここから、これで3回目か、三軒茶屋目指すって言って3回目。で、こっからね、三軒茶屋まではそんなに距離ないんですよ。でも、前回二人消しが進んでないことを考えると、油断してたらまた三軒茶屋までね、もしかしてね、行けなくなるかもしれないんで、まあ、今日こそはなんとかね、三軒茶屋の方はたどり着きたいと思います。ではどうしようかな。こっち、そう、こっちね、神殿があるんですけれども、神殿の方は確かね、出れなかったと思うんですよ。だからこの、鳥居の入り口入ったところからまた出て、行きたいと思います。この正面な、さっき見たんだけど、まあ、今はそうでもないのかな。前回は何枚かちょうど女の子が歩いてたと撮ったんですけどね、まあ、もう一回ちょっと見てみて、撮れそうだったら撮りますけど、あ、全然あかんねこっちはあかんね、今日はね、まだ、まあ、まだ9時過ぎぐらいです。いつもまあ大体これぐらいの時間から始めるんですけれども、じゃあ、こっちが北側なのかな、北側行きましょう。あ、なんか風も吹いてていい感じで、雨降らなきゃいいけど、ザーッと来たら困るけどね。で、方角的にはこれ逆です。三軒茶屋逆ですね。また逆行ってる。多分左手の方が区役所がある方じゃないかな。でもね、この先も気になるんだよな。すごい向こう側もずっとね、工事なんですよ。あっちも気になるよな。あっち行ってみる、ちょっと。これ以上行ったらあかんね。また戻れなくなる。戻ろう。元来たとこ戻ろう。
これ今ねここ書いてありますけど、松陰橋、松陰橋ってどこって感じなんですけど、あの松陰神社のねちょっと北側、全然進んでないなあのね、ちょうどねなんか工事、道路工事してるところがあって、なんかあの国士舘大学とかあの世田谷中学がある方ね、そっちの方をね散々今回ってて、これでもうちょっと北側になるんですけれども、ね結構時間食いましたそこでちょっとやばいぞまたで、ここちょうど今松陰橋まで戻ってきましたんで、これをねここあのまっすぐ行って、ここ渡ってまっすぐでこっち行ったらもう駅なんですよ、すぐね、スタートしたとこ神社ね、でここまっすぐ行って、それでねまっすぐ行ったらね神奈川があるんでね、とりあえずね神奈川渡りましょう、神奈川渡ったらもう近いだろう、神奈川渡ったら多分近いと思うんで、そこを渡って、それから次の駅なんだっけ、大志堂、なんとか大志堂っていう西大志堂とかな、なんか駅があるんで、まあとりあえずそこを目指そう。あ、その前にあれか、もう一個駅あったよな、あったわ、神奈川のとこに、何やったっけ、え、まあええか、そこ寄らなくてそこ飛ばすかとりあえず神奈川だよ、神奈川、緑道はねつまんなさそうやな、こう写真撮りに来てるんで何もなさそうだから、ちょっとあの普通のあの住宅街の方がいいかな、また撮れそうだね、そんなにね、あの神奈川からここは離れてないと思うんで、すぐ、出れると思います。でもなんかあれやな、今駅飛ばすって言ったけど、なんか飛ばすのも嫌やな、一応駅見てみる、じゃあなんて駅、若林やったっけな、この辺がね地名がね、若林で、若林5丁目なんですけれども、多分その地名のね駅が駅名ついてると思うんです、そのままだから、一応仮称で若林駅見に行こう。なんかもつ焼きの店、ちょっと車来たったんで、こんなところにね、もつ焼き屋さん、なんて読むの、ダンドルの道に来るっていう字かも、ちょっと一応写真撮っとくけど、まあ、休業って書いてありますけど、カウンターだけどね、あ、線路、見えてきました、商店街っぽい、ああいう上りっていうの、あれは若林中央商店街、あ、そうですね、若林駅です、そのまんま、よかった、適当に言ってて合ってましたね。クラフトビール、クラフトビール、2階若林のクラフトビール、2階はかハイドラント、ここは神楽、おにぎりおむすびのお店、2階がねハイドラントっていう、見えるかな、これ上上げたらほら、クラフトビールだって、あ、こんな、ね、地味な駅のとこに、地味な駅、地味な駅やね、面白いね、
ようやく西大師堂、ここ西大師堂のね、駅のこれ隣にあるんですけど、なんかシェア畑みたいなのがあってそこ今写真撮ったんですけれども、ようやくねここまで来ました。で隣がもうすぐ三軒茶屋、そこも右曲がったら多分見えると思うんですけど、あの大きいビルのところが三軒茶屋の駅、もうすぐそこなんですけれども、時間がね今ね午後1時ぐらいで、天気もねなんかすごく曇ってきて、天気予報見たらねなんか雨が、この後降るみたいなんで、街中ねちょっとね歩いて撮るのはちょっと厳しくなってくるかな。できればね天気のいい日に、三軒茶屋の街中、あの世田谷通りの南の方とかね、そっちの方に撮りたいんで、今日はねこっからもう少し北側の方ずっと行って、それから三軒茶屋の駅で終わりにしましょう。じゃあここをどうしよう、駅どこ、出て右曲がろうかな。もう一回見ときます、三軒茶屋の駅。いいか別にいなくてもいいかこのとこね畑になった、これ多分ね空き地だったと思うんですけれども、いつの間にかねシェア畑になってる。何がある、こういうのって何植えてもいいのかね。なんかトマトしか分かんないけど自分は、トマトとか、なんかこれ手前にスイカなってますね、ちっちゃいスイカが見えるかな。あ逆逆、ほらスイカが、スイカそこね、ほらかわいいスイカが、あ下焼きすぎたね、スイカなってます。まあいいや、じゃあ行きましょう。この辺が駅の北側に多分、なると思うんですけど、どうしよう。もうね実はね傘さしてるでしょ雨降ってきたんですよね。だからもう時間も時間だしね、これはね帰ろうかな、帰ろうかなもう今からね傘出してさしてぐるぐるこの辺、街中も見て回って、商店とか見て回ってつうのもちょっとかったるいよね。でこれ右行けば駅ね、でそうなんだよね、もう雨が今から多分ねすごく降ってくると思うんで、やめよやめよ、もうさすがにもう時間的にも厳しいし、今から傘さしてぐるぐる回ってもちょっともうしんどいから、僕最近すげえ妥協するよな。でじゃあこの三軒茶屋の駅のこの辺の北側とあと南側は次回ゆっくりまたね、回りましょう。何回三軒茶屋言う、三軒茶屋言うてるのか知らんけど、もう4回目、今日3回目やもんね。今度ね4回目ですわでもそうしよう、これはねこのまままっすぐ帰りますよ。